任天堂スイッチニーアオートマタ EOY 版もうすぐ発売、プラチナゲームズ、田浦さんに原作のアクションのこだわりを聞いてみた。よっ、イエイイエイ。さあ、ニーアファンの皆様お久しぶりでございます。安本博樹と申します。オートマタではですね、ポッド042を演じさせていただいております。本日は MC の方を担当させていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、本日は任天堂スイッチニーアオートマタ The End of ヨルハエディションの発売を10月6日に控え、こちらの皆様と一緒にいろいろお話をしていきたいと思います。さあ、というわけでございまして、斉藤さんからじゃあご挨拶のほどお願いいたします。はい、ニーアシリーズプロデューサーの斉藤陽介です。最近ずっと告知ばっかりしてて、自分の仕事がよく分かんなくなってきました。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。じゃあ続いて横尾さん。はい、はい、ニーヤシリーズクリエイティブディレクターの横尾です。うん、今ちょっと文章を見ながら、俺クリエイティブディレクターディレクターどっちだっけっていう気持ちで読んでたんですけど、最近僕は老眼が進んで、台本を読む時もとうとう老眼が手放せなくなってきました。52歳です。よろしくお願いします。さあ、そして田原さん、お願いいたします。はい、2017年に発売された原作の方のニーアオートマタでゲームデザイナーを務めさせていただいたプラチナゲームズの田浦と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。絶対に皆さん図ですからね、間違えてもプラチナゲームズと言ってはいけません。図です、ね、図でお願いいたします。はい、さあ、というわけでございまして、ちょっと待ってくださいね。ここで、ね、一応台本に書いてあるんでそれ読みますけど、はい、お願いします。あれ、田浦さん、スイッチプラチナ、田浦さんといえば、はい、かっこ笑い。笑いまでいらないから。アストラルチェインというタイトルでですね、スイッチで発売されてるんですけども、うんうん、そちらでもディレクターを務めさせていただいております。3周年。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これ。というわけで、そう、あれなんですよ、はい、もうこの座組なんで、うん、もうアストラルチェーンに触れないわけにいかない。いや、そんなことはないんですよ。いや、むしろアストラルチェーンだけの話です。アストラルチェーンの特番ですから。ニーヤの放送です。ニーヤの放送なの、これ。でも斉藤さん、アストラルチェーン関係ないですよね。関係ない。横尾さんも関係ないですよ。いや、でも気持ち的にはこうチームメンバーだから、まあ確かにね、アストラルチェーンメンバーとして頑張ります。よく遊ばせていただきましたし、まあ、というわけでございましてね、本日はその2つのタイトルいろいろやっていきたいなと思いますんで、はい、ちゃんとね、許可の方も取ってますね。はい、任天堂さんに許可をね、ちゃんといただきましたので、ありがとうございます。任天堂さん、ありがとうございます。はい、さあ、というわけでございまして、本日は皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。最初に2点ほどお知らせがございます。はい、本番組は適切な感染対策を行った上で収録をしております。そして英語字幕がついておりますが、発信する情報は日本国内に向けてのものになります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。さて、オートマタの発売から5周年ということでございますが、任天堂スイッチ版の発売や11月にはファンミーティングと、まだまだね、私たちをニーアの世界にこう、何ですかね、留めてくれてる素敵な世界があるわけでございますが、5周年すごいですね。そうなんです、もう5年経つんだって感じですね。5年経ってまだ出るんですよ。まだ出ますね。すごいですね。はい、横さんももうそろそろこれ卒業したいってよく言ってるんですけど。そうですね、本当に発売して、3ヶ月ぐらいでプロモーション期間ってゲームって終わるんで、まあ、まあ大体そこでこのお面ってもう使わなくなると思ってたんですよ。うんうんうん、まさかこんなかぶり続けると思わなかった。バージョン3ですからね。そうですね、はい、3号機まで作ることになるとは。いや、こんな、そんなんだったら1個目は綺麗に壊れましたから。あ、そうなんですよね。宣伝の高野さんのマネキンに乗せてバーンと割ってね。でもこんなんだったら俺このヘッドをそのエミールじゃなくて、もっとオリジナルのキャラにして、他社のゲームのインタビューとかでもそれで出れるようにしたかったって感じですよ。今でもこれで出てますからね。これで出てもらってますからね。スクエニサイドが OK だったらいいんじゃないですか。全然いいです。毎回でも横尾さん俺に聞いてくるんですけど、俺がダメって言うわけもなくて OK ですっていう。一応でも聞いてくださるんですね。そうなんです。でも今日新情報本当にないないので、だって、いや、だってもう5年間経ってます。5年経ってるわけだし、まあその間でもね、舞台とかいろいろありましたけど、それもひとしきり全部終わってるじゃないですか。正直僕は何かあるんだろうと思って。いや、何もないんじゃないですか。ただアストラルチェーンの新情報が嘘ないです。で、時間のほども、ね、限られておりますんで進めていきたいと思います。じゃあ次のパートに行きましょう。はい、さあ、というわけでございまして、一番最初はなんと商品情報の紹介でございます。はい、こちらじゃあヨスピンお願いいたします。はい、じゃあスライドお願いします。はい、改めましてニーアオートマタ The End of ヨルハエディションということで、2022年10月6日、もうすぐですね、そうですね、発売なので、まだ遊んでない方もですね、もう5年前に遊んでるって方も、まあ、懐かしくね、遊んでいただけると思いますし、うん、改めて任天堂スイッチの凄さをね、体験してもらえるんじゃないかなと思うので、
ご購入いただけたら嬉しいなと思っています。はい、はい、そんなわけでですね、詳しい情報はですね公式サイトの方でチェックしていただきたいんですけれども、はい、特典がいくつかあるので特典のご紹介をさせてください。お願いします。こちらまず一つ目、はい、というわけで、こちらはですね弊社のeストアというところですね、はいはい、通信販売で手に入る、クリアファイル、いいですね、はい、こちらがeストアで、ご予約いただくと、もらえます。結構 A2 単体ってなかなかないですよね。そうなんですよ、うん、これ A2 がセンターにいるんですけど実はキャラクターもうっすらといたりして、ね、よく見るといるんですね。よく見るといるんですよぜひ探していただきたいなと思います、はい、まあ、実物こちらなんですけど、実物こちらちょっと光っちゃうかな、こちらですね、はい、で実は裏面もデザインされてまして、裏面がこちらですね、はい、いいですね、こちらは、5周年の記念アートで、うん、おなじみの高田さんに書いていただいているものでして、こちらの両面のクリアファイル、これ欲しい人じゃないかな、はい、めちゃめちゃいいんです。これねちょっとねいい、これねたまたまなんですけど、わかるかな、これね裏面のねこの2人の間にね A2 のシルエットが映るんですよ、ね、おー、なるほど、たまたまなんだ、ちょっとこれも実物で見てほしいんだよね。なるほどなるほど、これ、ね、ちょっと透ける感じだと見えるんですね。そうそうそう、ちょっとねうっすら映ってるんですよ、うんうん、はい、そういうクリアファイルがまずストアの特典になっております。はい、はい、続きましてこちらです。はい、Amazon さんではですねこちらスリーブケースということで、パッケージスイッチのパッケージにちょうどかぶさる形のケースが特典で、アマゾンさんの場合は、通常版の他にこのスリーブがつく特別版という形でご予約いただけますので、そちらをぜひですねご予約いただいて、こちらも実物がございます、はい、こちらも同様にですね先ほどの A2 バージョンのスリーブと、うんうん、これ裏面がこの5周年アートのスリーブケースとなっております。でこの中にはですねこれアストラルチェーンのパッケージが入ってるんですね、これ入ってるんですか。違いました、違いました、よかったです、はいはい、でもお好みのアストラルチェーン入れて入れられますね、はい、お好みのアストラルチェーンすごい、アストラルチェーンのパッケージにも対応してます。対応して、はい、まあ、それはもちろんそうですよね、はい、そりゃそうでしょう、はい、というわけで私からはご予約の、はい、特典の、紹介でした、はい、どちらも数に限りがあるそうなので皆さん、ね、チェックのほどよろしくお願いします、はい、さあここからですね番組のメインコンテンツに行きたいと思います。プラチナゲームズ田浦さんにアクションのこだわりについて聞いてみた。うお、さあというわけでございます。いやちょっとこれ企画説明ちょっと僕の方からさせてください、はい、お願いします。視聴者の皆さんどうしてこういうことになってるかわからないと思うんですけれども、まあ、ニーヤオートバタ5周年で散々僕ら配信番組をやり尽くしたんですよね。いっぱいありましたね。なんでかっていうと僕らなんだろうな、ギャランティーがないので無限に宣伝さんがお前らならいいだろうってことで生配信ひたすら喋らされるフリー素材ですからね。そうです。でちょっとずつ喋っていった結果、さすがに5年間も喋ったら特に喋れることが何もない。そうですね、まあしょうがないですね、確かに。なんですけど今回任天堂スイッチ出るということで、うん、宣伝担当これ高野さんということですが、はいはいはい、高野さんがですね、はい、そういえば田浦さんアストラルチェーンでスイッチ版出してんじゃん、一緒に番組出して盛り上げていこうよっていうね、土地狂ったアイデアを出してこの番組で尺を稼ごうと、そういう企画になっております。それでそんな企画無理でしょうと思ってたんですけど、うん、任天堂さんの OK が出たのでこの番組を、ね、今やらせていただいている次第です、はいはい。まあ、でもオートマタの後にアストラルチェーンが出てるわけですからね、そこの間にはきっとタウラ DNA が脈々と、はいはい、根付いてるはずですから。アストラルチェーンが3周年でしょ。3周年ですね。だから別になんか乗っかったわけじゃなくて、私たちは3周年をお祝いする気持ちでこの番組をやってますので、はい、いやもうねそれを言われると何も言えないですオートマタがヒットしてシニアゲームデザイナーとして一躍有名になった田浦さんが初めて田浦高橋田第1回監督作品としてリリースされたアストラルチェーン。なるほど。そうですね、ディレクターさせていただきましたね、うんはい、でも田浦さんってそういうこういうアクションについて語る場面とかであったんですか今まで。ちょっと講演だったり専門学校で授業みたいなのでお話しすることはあるんですけど、うんうん、まあ、あんまりね似合おうと思ってもやっぱり横尾さんがメインなんで、まあまあね、シナリオ音楽だったりするところがあるんで、うんまあ、あんまりアクションをしゃべる機会はなかったですね。
じゃあ今日そう言ってね、田浦さんのゲーム作りに興味ある方とか、田浦さんの新しい髪型に興味がある方がいろいろ聞いてくださる。田浦さんなんでその紫に染めてんの？いやこれね、話すと長いんですよ。長いの長いんだ。これ長いんだ。まあいいよ別に長かったら。いやちょっともう先に行きましょう。ちょっと何があったんだろう。さあというわけでございます。じゃあ田浦さんのねゲーム作りのお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。で行きましょう。まず最初の田浦さんのこだわり、こちらでございます。田浦さんのアクションへのこだわり、プレイヤーと相棒のユニットを別々に動かせるということでございますが、こちら田浦さんちょっと説明のほどお願いします。はい、キャラクターが2体以上画面に存在している時に、うんうん、そのキャラクターそれぞれに何か別のアクションをさせて、なんか重ね掛けして戦うみたいなことを、オートマタでもさせたいなって思ってましたし、アスラルチェーンでも、その流れでいろいろ考えて作ってました。なるほど。はい。まあ、確かにこれ操作してるのは 2B だけども、ボタンでね、あの弾の発射とかが、任意でできるってことですよね。そうですね。弾を発射しながらも 2B のアクションを途切れなくさせることができる。この弾のシステムに関しては、横尾さんと一悶着二悶着あっての、まあ今の形に落ち着いているんで、僕のこだわりというとちょっと違うところではあるんですけど。田浦さん、ここで大々的にみんなにお伝えしよう。なぜ弾についてこんだけ揉めたかって話をあるんですか。何か、いやそうなんですよ。僕はあれなんですよ、弾これボタンを押し続けるとずっと打ち続けれるっていうのに、はいはい、ちょっとゲーム的な駆け引きが欲しいなと思って、なるほど、クールタイムみたいなものを入れようとしてたんですよ。でそれを横尾さんから大反対食らいまして、で結果もう反対されるからっていうのを勝手に入れちゃったんですよ、クールタイム。でもそれを見た横尾さんはもちろんダメだって言って、もうブチ切れまして。ブチ切れられたんですか。で僕は僕で、だったらセロハンテープ貼ってりゃいいじゃねえかこんなんっていうのでぶち切れたっていう。あ、本当にちょっと喧嘩になったんですね。あ、もう大喧嘩です。あれですよね、シューティングの、自分のキャラクターの弾って途切れないんで、シューティングの弾は切れないじゃんってひたすら俺は言ってました、最初から最後まで。はい、横尾さんの根幹にはシューティングが流れてますね。そうですね。はい。さあそしてこちらデコイですね。かの有名なデコイ。正直僕みんなが使ったことないんですよ。いやもうオートマタといえばデコイですね。こういうね、敵をちょっとこっちに注視させておいて、はい、後ろから殴ったりみたいなこともできる。シールドを持った敵とかにこうやってやると。確かにプロモーションしてる時あんまりデコイでやってなかったもんね。そうですよ。本当に僕は入れてる時はみんながこのデカを楽しんでくれるって思って入れてたもん。今僕見て、あ、あったと思い出しました。スイッチ版で、ね、新たにデコイの魅力を皆さん発揮してる。そうですね、はい、今までやった方でもね、デコイを使ってねやり尽くしていただきたいなと思いますが、さあそして次はですね、アスタラルチェインのお話をしていきましょう。アスタラルチェインではさらにそのアクションの、あ、てかその相棒的なポジションのやり方がまたさらなる進化を遂げているんじゃないかということでございますが、進化というよりはオートマタではあんまりそこを掘り下げるとちょっとゲームプレイが複雑化しすぎるので、うんうんうん、ちょっとコンセプトからそれるなっていうところがあったんですけど、そこで溜めたフラストレーションをこのアスタラルチェインの方で一気にぶつけたっていう。この映像で今出てるのがレギオンという、ね、はい、キャラクターを自由に召喚できるんですけど、そのキャラクターを別の敵に戦わせて、プレイヤーキャラクターはまた別の敵を叩くっていうような遊び方が、これチェーンで巻くの大事なんですよ、これ、うん、めっちゃ大事。オートマタの一番最初の企画もこんな感じの仕様を田浦さん提案してきた。そうだったんですか。そうなんですよ。田浦さん複数人数でのプレイが大好きなんで、そういうところがやっぱり現れてますよね。だから田浦がね、縛るのが好きなんです。ちょっとお二人さっきから言い方が良くない。言い方がちょっと間違ってはないんですけど、言い方が良くない。縛りの田浦なんですね。てかこのコスチューム、これ何？キャラクターのコスチュームは自由に変えれるんで、髪型も変えれますし、いろいろできます。これ、あれですよね、ニーヤでもそうでしたけど、田浦さんやっぱお尻にも並々なれるこだわりがあるっていうのがすごい伝わってきました、ね、でも大変ですよ、ニーヤ出ちゃいますから。あ、そうなんですね。お尻合戦が始まります。いやでもこれニーヤは知ってるけど、アストラルチェインは実際実機で遊んでるのをあんまり見たことがないって人いると思うけど、特にこの番組見てる人、そうそうそう、これ見て遊びたいって人出てくる気がする、うん、俺めっちゃやりましたよ、すごい面白かった。相棒を使って、ね、はい、行けないところにも行けるようにしてみたりとかね、うん、犬型のやつは乗っかることができたりとか、はい、とにかく2体を自分一人で操れるっていうところに、ね、注力して作らせていただきましたっていうのを。でもレギオンのシステムは1個スイッチのコントローラーがゆえに一応2人でも操作できたりもするじゃないですか。そうなんですよね。それがね、
激ムズなんですよすごい言葉を選んでいただいたような気がしますが、特にこう大々的に2人でプレーできますよっていうことも言ってはないんですけども、うん、すごい難しいんでぜひチャレンジしてみてくださいあれで2人プレー縛りでクリアした人とかいるんですかね。いや、いないと思いますできることを知ってる人の方が少ないと思います、うん、あ、そうですか。でもそういう遊び方もできますから、ね、はい、ぜひ皆さんいろんな遊び方をしていただきたいなと思います、はい、こんな感じでオートマタの放送でアストラチェーンぶっ込ませていただきますが申し訳ないです。いやいや、許可取ってますんで、はい、全然気になさらず、はい、もう大々に任天堂さんありがとうございます。お話ししていただければよろしいかと思います。じゃあ続いての課題でいきましょう。続いてこちらです。田原さんのアクションへのこだわり、戦闘中に少ない手順で兵装を切り替えることができる。これはどういうことでございましょうか。これは僕よりスクエニ宣伝担当の高野さんに説明してもらおうと思います。ちょいちょい出てきますね高野さんがそこすごいこだわってますよねってめちゃくちゃ言ってきてくれて、そうかなと思って、まあ、見比べてみると確かにどっちもそうなんですけど、ワンボタンで武器切り替えたりとか、はいはい、スキルを切り替えたり連れている相棒を切り替えたりみたいなことをできるだけ少ない手順でできるようにっていうのをどちらもやっていることになりますね、はい、これでも今でも SNS とかでかっこいいバトルシーンとか上げてくれてる人いる、うん、やっぱりうまく切り替えてやってるなと思うし、コンボとかつなげるのがそうですよね、うん、武器の事案でも多いから、うん、オートマタはあれですよね、弱攻撃と強攻撃に別々の武器をセットできるんですよ、うん、そうですね。でそれが、X ボタンと Y ボタンにそれぞれ割り当てられるので、まあ、押した方の武器を使って戦うというので非常に分かりやすいですし、うん、組み合わせも簡単にできると。これ今切り替えてるんですね。切り替えてますね。結構回復とかがワンボタンで使えるのもありがたかった、ね、そうですね。十字キーで操作自体は本当に複雑ではないんですけど、なんかすごいことをしているように見えるっていうのは結構意識してオートマタの時は使ってました。まだ動画は続いてるんでね、田浦さんがオートマタの開発の時になんかつらかった記憶とこう喋ってなんでこれを見なくてこれを見ながらポッドのスキルセットですね、これはね。本当につらかった記憶は3つあるんですけど、どれも話せないあるにはあるんですね3つあるんだ。ポッドも 3種類ゲーム中に入手できるので、まあ、それによって基本的な射撃の性能も違いますし、それぞれにそのスキルを割り当てて好きなものを使えるという感じになってます、はい、外観もちょっとずつ違うのもいいですよね。そうですね。これも一応これ設定上はあれなんですよね。いるんだよね本当はその場にね。設定上はいるんです。この切り替えるのがこの上空にすごい高いところに残りの2体もいて、それと切り替えてる。なるほどなるほど、はい、っていう設定なので、エンディングのあたりで6機が並んで飛んでたりするんですよ。それがその全部で6機。ああ、なるほど、はい、そうだったんですね。そうだ、今5年経った今もっとなんか分かりやすく言うと、3体映ってると邪魔なんです。あ、そうだ、そう一番の理由はそこだったんですね僕の中では、うん、横尾さんのすごいところはそういうところをちゃんと拾って、そうやってシナリオだったり設定に反映してくれるところは本当すごいなと思います。あと言わないところだよね、それは。そうですね。ああ、でもそう、よく動いてるな。これスイッチ版ですもんね、この画面。スイッチ版です。すごいな。スイッチでここまで動く。しかもこれがテレビで見てると、まあ、いろんなゲームってそうだよなと思うけど、手元でできるわけですよね。そうなんです。それがすごいですよね。見ちゃうな。スイッチ版って言われないと、どうか分かんない。分かんない、分かんない、マジで分かんない。普通に見ちゃってますね。田原さんのアクションコードですよ、ここ。いや、いいゲームだなと思ってます。田浦さん、アクションを作るとき一番大事にしてることって聞かれがちだと思うんですけど、基本は何なの？共通してアストラルジーンとこれにある根っこにある部分。いやでもなんかね、そんなに僕頭がいいわけではないんで、難しいこと考えて作ってないんですよ。なのでそういうこと喋ってくださいって今回も言われましたけど、また出ますが、スクエニの高野さんが、はい、こういうとここだわってますよねっていろいろ掘り下げてくれて、ようやくこう話せる状態になって。あ、なるほどねこだわってるわけでもなく本能でこれをやってしまうってところ、やっぱタウラセンスってことなんですよ ね、じゃあ。いやでもまあ、オートマタに関しては本当にアクションゲーム苦手な方でもなんかかっこよく戦ってる感じになれるっていうのはすごい意識して、上級者軸じゃなくて、もしかしてエントリーしたばっかりような人たちを軸に作ってるみたいなところですか。その方たちがまず楽しめるっていう、うん、でもそれだけだとあれなので、そのポットとの組み合わせとか、スキル何使おうかみたいなのを素早く切り替えたりとかもできて、かっこよく戦えるっていうところで上級者の人も楽しめるようにっていうのは意識して作ってますね。すごい、間口は広いっていうのをすごいオートマタでは意識しました。さあ続きまして、じゃあそのアストラルチェーン、こちらも見てみましょう。こ
どっちも綺麗だな。いやすごい綺麗、うん、これもスイッチですからね。これスイッチなんですよ。すごいですよねこれも。でもアストラジェインはあの主人公が今 X バトンという武器を持ってるんですけど、それが今銃に変形しまして、これもワンボタンで変形、これはまた大きい武器に変形してっていう感じで、得意、はい、コンボの合間にいつでも変形させることができる。正直ね、アストラルチェーンを見てオートマタはいけるやんと思ったところはあります。あ、スイッチです。これ今レギオンというキャラクターが、確か5種類いたと思うんですけど、そうですね、はい、それをワンボタンでその種類を切り替えて、で、まあ、それぞれ特性があるんで独立して動かすこともできれば、こうやって一体になることもできる。はい、もですね。いやでもこうやって続けてみると、やっぱりオートマタとの共通項というか、なんかそのゲーム的な雰囲気として、アクションの動きとして見えてくるね。そうなんです。でこれを紐解いていくことによって僕が見えてくる。田村隆さんが見えちゃう。僕が見えてくる。なるほどね。田村さんが見えてくる。なので、まあ、今日はこれをきっかけにね、僕を見てもらえたらなっていう。あ、なるほど、はい。まあ、どちらも爽快感がすごくね強いゲームだと僕個人は思ったので、じゃあ田村さんは爽快感があるということで。そうですね。そういうことですよね。爽快感だと男ということでございます。はい、でもね、やっぱり今改めて5年経ったに、でもがスイッチでこんだけできるっていうのも思わなかったし、あと3年経ってるとはやっぱアストラルチェーンもすげえなと思いました、ね。すごい。うん、お次はこちらでございます。田村さんのアクションへのこだわり、相棒のユニットを可愛がることができる。ただね、ゲーム的にはあまり意味がないと書いてありますが、うん、こちら田村さん説明のほどお願いいたします。これはまあ、ニーオートマタでいうとポットっていうキャラクターがずっと、うん、横をふわふわ浮いてくれていて、まあ、アクションにも使えるんですけども、なんかコントローラーをちょっとサッサッすると何か起こると楽しいだろうなっていうので、ポットを撫でるっていう行為を入れまして、スイッチ版は画面をタッチパネルを撫でるとポットを撫でることができるっていう。なるほど。それちょっと動画があるらしいんで。これスイッチ版ですね。はい。でも、まあ、これのセリフも結構ありました。そうですね。できるからなんだっていう話なんですけど、まあ、できたらできたでなんか関係性がちょっと見えたりとか、まあ、楽しくていいなっていう感じですね。これ撫でるにはどうやって操作するんですか。これね、スイッチ版はタッチパネルを撫でる、画面を撫でる。なるほど。スイッチ版ってモードが2つあるじゃないですか。テレビモードとコントローラーを持つモードと。でタッチパネルが手元にない時ってありますよね。確かテレビモードの時はドックに入れるんで画面が見えないんです、はい、見えないです。そうですよね、はい、撫でれないです。撫でれないんですか。そうなんです。さっき俺もさっき聞いたんですけど、ドックに入れてるとポットを撫でれないっていう仕様だってさっき知りました。どうしても撫でたい人はじゃあちょっと手元で撫でる。そうですね。やっぱり機械が手元にないのに撫でてるっていうことに違和感があるよねってことで、いや知らないな。きっと入れ忘れてるんだと思いますけど、はい。はい、まあ確かにね、撫でるところはゲーム的にはね、あまり意味がないとも書いてありますけど、なんかちょっとしたそのお遊びだったりとか関係値が上がるみたいな感じがして楽しめる。 あくまでおまけ要素ですもんね。おまけです。そうです、はいはい、今回それが新情報でした、はい、どうしても撫でたい場合はテレビ版では撫でれないっていうのが、スイッチ版の方はドックからシュッと抜いて撫でてこう撫でていく。そうです、それが大事です、はい、いいかなと、まあ、よりそれでねスイッチ本体にも愛着湧いてくると思います、はい、そうね、はい、確かに。ぜひ皆さんいっぱい撫でていただければなと思います。結構いろんなバリエーションのセリフもありますから、そちらも聞いていただきたいなと思います。でこれ実はアストラチェインの方にもですね、こういった動作が入っておりまして、はい、ちょっと動画撮ってきたんでいいですか、はい、ここ本拠地みたいなところですね。これはそうですね、拠点になるんですけど、バトルが終わった後にこの拠点に戻ってきて、そのレギオンを召喚できるキャラクターをですね、いたわることができるという、うん、はいはい、いたわるやっぱ戦ってると汚れちゃうんですよね。でその汚れを取ってあげると、このレガトゥスターミナルという、ビデオデッキにビデオを入れるみたいな感じで入れるとですね、あ、汚れてる汚れてる、はい、もういっぱい汚れてるんで、これをちゃんときれいにしてあげると。お、はい、汚れを取っていくと、まあ、でもこれ結構意味ありましたもんね。これはそうなんですよね、まあ、やらなくても全然大丈夫なんですけど、うん、やると勝手にレギオンが敵と戦うときにそのより好戦的になってくれるというか、よりいい動きになってくれるという、ちょっと AI が結構重要じゃん。いやでもまあビビたるもんなんで、やらなくても本当に問題はないです。なんか犬をよし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 みたいな感じだねこれ。
そうですね。とかあのイメージしてたのはなんかこう愛車を洗車するみたいな、そんなイメージ。ああ、なるほどね。で愛着持ってもらいたいな。いやでもまさに犬だしこれ、はい、でこれはワンちゃん撫でれるっていう、あ撫でれる、はい、え他のレギオンは？あの撫でれるのはワンちゃんだけです。あそうなんだ、はい、でまあ他にもこういうちょっとね、あの主人公警察官っていう設定になっているので、はい、まあ、街とか汚れていたらこう拾って全校を積むんですね、はい、でちゃんと信号も青の時に渡って、で落ちたゴミはゴミ箱に捨てると、はい、こうするとまあちょっとあのビビたるもんですけどポイントもらえていいこともありますよっていう、うん、はい、これは遊び要素だけでは田浦さん的には結構こだわって入れたところなんですか、これは。ああそうですね、なんかあの、まあ、僕に限らずゲーム開発してる人ってその本筋じゃないところ、ちょっとおまけっぽいけど面白いよねこれっていうところを結構こだわって楽しんで入れたりするんで、うん、まあ、あのそういうのが入ってまたモチベーションが上がって、あの他の部分でよりいい結果出たりっていうような。だって結構空き缶拾いした記憶あります俺。そうなんですよね、これあの動画とかでもあの空き缶ただ入れるだけじゃなくて投げることもできる。すごい距離投げるやつ。そうなんですよ、遠くからかっこよく入れたりっていうような動画もね、なんか上がってたりして、こっちも楽しんで見てました。その動画ないんですか今日。その動画になんですなんかでもそういう本筋じゃないところでそのいろんなことができると、その世界が豊かに感じるよね。そうですね、うん、なんか広がりを感じたりとか、なんか窮屈に感じないというか、やっぱ魚釣りは大事ってことですね。そうですね、結果ね、まあ、魚釣りめっちゃ釣らなきゃいけなかったですからねこんなに釣るのかよと思いましたもんねさあそしてもう一個最後こちらでございます。田原さんの役者へのこだわり、ゲームモードが変わっても操作体系は変わらない。さあこれちょっとですね、ニーアオートマタアストラルチェインについてのちょっとだけあのネタバレが入ります。未プレイの方はご注意ください。ここで止めちゃってください、再生を。大丈夫ですか、止めましたね。じゃあ行きましょう。さあここからもね、ちょっと田原さんに説明していただきたいのですが、これはあの横尾さんのこだわりもあるんですけど、あのニーアオートマタ作ってた時にあのカメラがサイドビューになったりクォータービューみたいな感じになったり、あとまあ突然ちょっと違うゲームが入ったりっていうことがあるんですけど、まあその都度ゲームの操作の説明をし直して覚えなきゃいけないっていうことは絶対にやめたいと。なるほど。なのでまあ普段のキャラクター操作するときと同じ操作形態で同じ感覚で全然違う、こういったこれシューティングゲームになってるんですけど、こういうゲームを楽しめると。今 R で射撃って出てましたが、まあ普段は R を押すとあのポットが射撃してくれるっていうので同じような操作形態になってます。冒頭からアクション RPG だ言うてんのにシューティングゲーム、ね、いやこれびっくりしましたね。まずこれがおかしいですよ、うん、まあ、あの人生いろいろありますねそういうこともある。横尾さんは絶対にシューティングを入れたかったんですよ、ね、いや違うんですよ、あの入れたかったんです何が違う、違わないじゃないですかこれ作ってる時本当にあれなんでこんなん作ってんだろうって思いながら作ってはいますここのディレクションというか、 なんかここを割と田浦さんが最後の方まであんまり作らなかったんで、もういい加減作ろうよって言って頑張って作ってもらった記憶があります。田浦さんちなみにあのシューティングを作った経験はあったんですか。あの初めてです。いい経験になりましたねじゃあえでもアストロチェーンにも入ってたよね、なんか弾を打つ。あのそうですけど、まあ、こっちが先ですからね。こっちが先、ここで学んだ動画オートマタが先ですからでもやっぱり入れたくなっちゃったんだ、じゃあシューティング。なんかね最初は、ね、あの横尾さんがシューティング入れようってなった時に、うん、あのまあ、プラチナゲームズのゲームって結構他のタイトルでもシューティングとか入ってたりするんで、うん、なんかそういうのがとは違う感じにしたいなって思ってたんですよ、うん、まあ、同じようなことやってもしょうがないしな、うん、でもあのシューティング入れますって言われて、あ結局逃れられないんだなっていうシューティングから俺は逃れられないと。で入れてみた結果意外とこれ好きだなっていうのを徐々に徐々にそう気づいてしまう、うん、染められてきたんだね横尾太郎にね。このカメラとかも今こうポップビューになったり反対向いたりみたいなことをしてる間にこの後ろの背景、あの工場背景とかを読み込んだりしながらっていうのをうまいことこう切り替えてやってるんで、結構そういうの考えながらやるのは楽しかったです、うん、作るのは楽しかったです。これもそうか、すげえなスイッチ。スイッチ素晴らしいです、ね、こんだけ出るんですね、すごいな。もういろんなバリエーションのシューティング見せてくれますよね。そうなんですよね、お得ですよね。お得、めちゃお得この短期間で、まあ、トップビューシューティング、サイドビューシューティング、うん、で方向指示にしたってな、うん、あの
ロボットモードみたいな時とかもそうですね。そうですね。いろいろ作ってありますが、さあそして次はアストラルチェーンにもあるじゃないかと先ほど指摘もありますが、そちらも見ていきましょう。はい。あ、そうそう、これですよ。ありましたね。ストラルチェーンも冒頭からそうですね、これも超冒頭ですよね。そうですね、バイクでこれ事件現場に向かうっていうシーンなんですけど、まあ、本当に冒頭なんでスタッフクレジットとかもこう入ってたりするんですが、まあ、見ての通りこの時本当に冒頭で HP ゲージとかもないんで、特に別に失敗しても、はい、死んだりとかもしないんで、まあ、気軽に雰囲気楽しみながら、で今ちょっと切ってるんですけど、シナリオ会話が展開してたりするんで、それを聞きながら爽快感を感じてもらえたらなと。でこの時の操作も普段のアクションに、習うような形で、ここで覚えた操作はそのまんまバイク降りた後も使えますよっていう感じ。射撃移動回避は共通だと、はい、しております。いやでもこれ改めて見てるけど意外とちゃんとできてるね。なんだろう、バイクが右に行った時にカメラが動いたりとか、うん、これねちゃんと作ったんですよこれこの流れでドライブゲームとかすごい遊びたいわ。田尾さん、これねいいですよ。まあ、ゲームとして冒頭以外にも出てきたりするんで。そうですね、はい。でまあ、ちょっとやっぱオートマタでいろいろシューティングを触らせてもらった結果、まあ、ずっとこの同じ画面のシューティングだけだとやっぱり物足りなくなってきまして、うん、もうちょっと進んだあたりで、お、来た。あ、なるほど。ここですね、まあ、追っ手が後ろから来たところに対して、まあ、カメラが横に回り込んで、ね、はい、でさっきまではバイクの先端から2本射撃が出てたのが、うん、まあ、横なんで自分の銃を使って自分で撃つ。なんかすごい映画っぽいね、演出が。分かる人だけ分かってほしいですけど、ちょっとだけマッハライダーを思い出しますね。ね、マッハライダーなんですよ。やっぱりそうかやっぱりそうか。今言おうかな言わんとこかなってちょっと悩んでます。任天堂さんだしと思って。そうなんですよ、ね、バイクの先端から2本の弾が出るのはマッハライダーが。そうですよね。もう僕の知る限りでは元祖、うんうん、それもあった、はい、という感じですね。田原さんの名前がバンと出たのを確認したところで、こちらのコーナーはおしまいになるということですが、まだまだ聞きたいこととか斉藤さん、そして横尾さんありましたら田原さんに。田原さんってどういう食べ物が好きなんですか。本当の質問だ。本当の質問だったぞ。ニーヤかアストラルチェーンかどっちかにしましょう。はい、特に田原さんより聞きたいことないな。ないですよ。はい、なんかもう聞きたいことは飲み会で聞いちゃってるし、今まで放送でも散々聞いてるから。本当にない。冷え切ったことはない。今のところ一番分厚く喋ってるのはアストラルチェーンですよ。いやそうです。いやでも今日アストラルチェーンのことだけ喋りたいな。いやでもまあ散々喋らせていただいた後は今日僕はこのスイッチ版のニーヤオートマタを触らせていただきました。ああそうだ。そうなんです。で、ね、またそう実は触ったことがないんで。なるほど。すごいそれを楽しみに来ました。うん、じゃあ早速そちらのコーナーに行きましょう。はい。はい、さてここからはですね、令和のアクション王田浦さんにですね、任天堂スイッチ実機にてニーヤオートマタジエンドオブヨルハエディションをプレイしていただき、どれだけアクションが再現されているかの確認をしていただきたいなと思います。じゃあアクション王お願いします。はい、確認させていただきます。アクション王としてなんすかこれあー、はい、でも綺麗すげーな。そうですね、これね今スイッチ版で、はいはい、動かさせていただいてます。だから一応クリアデータみたいだからどこでも飛べるとは聞いてるけど。なるほど。まあ近場でちょっと触り心地見てもらって、まあ、そうですね。田浦さん触り心地どうですか、触ってみて。これ何版かよくわからないぐらいすごくもう別に全部同じですね何も違いがない。すげえな、こんだけヌルヌル動くかスイッチ、すげえな。あ、ちゃんと水しぶきもすごい。これ移植してくださった会社さん、はい、バーチャスさんって会社さんで本当優秀で、うん、めちゃめちゃ優秀だった。細かく直すお願いする必要があったかなと思ったんですけど、ほぼ何にも言わずに済みました。どこを犠牲にするかってポイントあるじゃないですか、はあはあ、60fps を維持するか 30fps で滑らかに遊べるんだったら犠牲にするものを少なくしてみたいなののバランスをずっと考えてて、まあ、バーチャスさんの努力で 30fps でも快適に遊べるねっていうところまで行けたので。なるほど。じゃあ犠牲にするものが少ない 30fps バージョンできちっと楽しく遊べるものをリリースしましょうということで、ちゃんとお尻が見やすいところに来てくれましたね。
ちゃんとお尻もね、あの移植されてました。お尻も移植って何え、これ田浦さんはあの、はい、台本に田浦さんは移植には関わってないんですよねって結構念を押すように書かれてるんですけど、うん、あのなんかやばい事件とか起こしてて、あの関わったって言っちゃダメとかそういうことが起きてるんですか？単純にあの別にプラチナゲームズが移植を担当したわけではないので、はい、というだけだと思います。ああ、そうなんですね、はい、だから本当に僕も今これスイッチ版触るの初めて。おお、すごいすごいすごい、でもすげえな。あ、ちゃんと衣装の濡れもあるんだそれでよりによって行くところはここやっぱりね、この奈落の底にねあ、結構ここ強いですよ、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 ここやばいやばい、ほら硬い硬い敵が、レベル帯が、いや、 やっぱりこういう強敵にこそ立ち向かない。そうですね、そういうゲームですけどね。いや、チャプターで違うとこ行こうよ。これはもうちょっとあのこういう楽しい場所もありますよということで何の説明なんでしょうね、まあ、ネタバレまではなってないからいいですけど、どこにチャプターがあったか思い出す田浦隆さん。田浦さん、どこか見たいとこないですか？これはじゃあそんなにゴリゴリにネタバレしていいの？いや、確かにそうです、だバッキバキにネタバレこれはじゃあディレクターの横尾さんとしてこの前半あたりでちょっとぜひ見ておいてほしいところ。じゃあ、 あの歌姫のところ。ああ、いいですね。じゃあここ行っちゃいましょうか。はい、ここで遊園地とかね。そうですね。入ったぐらいでいいんですか。遊園地はだって遊園地、はい、よくあの斉藤さんが一番好きな曲ですからね。そうですね。はい、岡部圭一が作曲していない曲がね。小橋さんが作曲した曲ですね。てか本当に同じですね。すごい。同じですよ、本当に。もうプレイしててもう違和感も何もないんで。うん、最初遊園地来た時びっくりしたもんな。おお、懐かしい。え、逆じゃん。あ、合ってる合ってる。こういう場所作ったな。あ、すごい。はい、あ、花火上がってますね。おー、すごいすごい、ちゃんとしてる。じゃあちょっとせっかくなんで新しい衣装で。お、あ、そうか、そうか、そうか、それ追加要素ですもんね。それは今までにないものとしてスイッチ版で見れるので。これ見たい見たい、はい、どこに入ってるの？重要アイテム。あ、これだね。1個ありますね、はい、その下ですね。これは、ニーヤリンカネーションの、ママと運送屋さんというのがポッド。あ、本当だ、ポッドか、はい、ポッドのママになった、はい、嘘嘘嘘嘘嘘嘘、ママ何してんの？めちゃくちゃ打ってますよどっから打ってるんだろう説もありますけど、まあしょうがないんだけど、ママに時々メカニカルな表示が出るのかあのママの、なんだろうな、ポットの使用上しょうがないですけど、ママがずっと向こう向いてて、これあのこうやって見ると顔があるんですけど、はいはいはい、顔が一切見えない。頑張ってカメラ回せば見えます、はい、布のお化けがいるっていう、ね、あ、これはあれ、これもリンカネの衣装ですね。これは、いや違う、これはソウルキャリバーのコラボの、そうかそうか、ソウルキャリバーの 2P カラーか、はい、そうです 2P カラーで、はい、あー始まった、ベッドが始まった。これ真ん中のトランペット吹いてるウサギ、あれやれますから、うん、おいおいあ、懐かしい。いや、すごいな、よくできてるな。これを手元で見れると思うとすごくないですか？すごいですね。 2P はだって初めて、あれですよ、本編に出てきたの初ですよ、これ。楽しいね、楽しいね。だって今まで出張してましたからねそうですね。てか今分かったんですけど、カメラを回してもママの正面が見れないことが分かりました。ママずっとカメラを持ってママ、これ多分ね、打ちながらとかだったらいけない。あ、来た、あ、一緒に締めた。打ちながらなのも、あ、いや、見た見た、来た、あ、ちゃんとまばたきしてる、まばたきしてる、うん、おー、すごいな、ママ。この 2P の白とママがね、すごいマッチしてて、ね、いいですよね。設定的にはめちゃくちゃですけどあのご存知ない方のために説明すると、あのニーヤシリーズの中にニーヤリンカーネーションというスマホプラットフォームのゲームがあって、そこに出てくるキャラクターです、うん、このお重要キャラですから、はい、ママというキャラクターですね。でさっき下に言った運送屋さんもそうですね。ママは5周年 の、 そのファンイベント の、 あのアートにも出てますからね、うんうん、あ、そうです、はい、実はいるという、ね、
これ運送屋、これ運送屋さんですね、はい、まあ、いろんな見たが他の衣装、あ、和装がある、はい、和装、和装、ちょっと和装を着てみましょう。来た、あ、撃たれますよ、撃たれますよおー、かっこいい、おお、かわいい。またこれでコスプレしてくれる人が出ると嬉しいな。あー、すごいな。いや、いいですね、この袖のひらひらがすごくいいです。そう、これもあのバーチャスさんがデザイン上げてきたときに、袖があの実際ゲーム中に変だったらまずくないですかって言って、うん、あのテストしたらすごいちゃんとしてるってなって、そうなんだよね、これ最悪短くしようかみたいな話してたよね。あ、そうですね、でもキャラクターのテイストを崩さずにね、素敵なデザインしてくださってますね、うんうん、いいな。これはだってあのこのスイッチ版のみですよね。そうなんです、うんうんうん、IR 移植をしていただいて、はい。まあ、あのニーヤすごく不思議なタイトルで、あの 2B の、 あのコスプレとかしてくださるファンの方がすごくいらっしゃったんですけど、うんうん、なんかあのアレンジしてくださる方がいっぱいいたんですよね、うんうんうん、あの自分なりの服で、で、まあ、そういうその衣装の広がりっていうのも楽しみの一つなんだなっていうのを我々もあの学んだというか、そこであの知って、そこからここでも衣装バリエーションを入れてみましょうという話になりました。ああ、でもそういうファンの方にも、ね、喜んでいただく必要な素敵なやつですね。これいいですね。でさっきやったから 9S 君にもちゃんとあるところですね。そうです、そうです、 9S の衣装、はい、行ってみましょう。これ変えられるよね、はい、これ 9S モードにしないとってことですか。主人公を切り替えたらできる、ね、あ、じゃあそれはご購入いただいてからのお楽しみと、まあ、このあれね、この雰囲気で分かりますよね、はい、なんか文学少年みたいなですね、はい、いいですね。そういったところもね、あのちょっとだけかもしれませんけれども、結構嬉しい追加要素な気もしますので、皆さんにもいっぱい遊んでいただきたいなと思う次第でございます。さあ、というわけで実機のゲームプレイをお届けしましたが、やってみて田浦さんどうでしたか。いや、本当にあのスイッチ版全然快適に動いてますし、うんうん、すごいですね。移植のパワー本当にすごいなと思いました。ぜひまた多くの方にですね、はい、こちらを手を取っていただければいいなと思う次第でございます。さあ、というわけでございまして、ぼちぼちですね、お時間が少なくなってまいりました。最後に皆さんから改めて一言ずついただきたいと思います。じゃあ全体を通しての感想を田浦さんちょっとお願いいたします。はい、すごく楽しみにしていたニーオートパターのスイッチ版ですね、うん、今日テレビモードでプレイさせてもらったんですけど、発売した時には自分のスイッチに入れて手元でしっかり楽しませていただきたいなと思います。あ、そうか、ママが撫でられるんだ。そうなんです、ママ撫でられる。なるほど、面白い。でももう家で一人でママをしっかり撫でたいなと思います、はい、ただ皆さんも本当に楽しみにしていただきたいなと思います、はい、ただ申し訳ないけど、はい、ママを撫でると僕の声がする可能性がありますさあ、そしてじゃあ続きまして横尾さんお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。まあ、今回ね、皆さん待望のスイッチエディションをニーアオートマタで出させていただけて、すごくなんか驚きました。5年経っても支えてくださって、こんなに製品にできたことが僕らはすごく嬉しいですね、うん、で今回アストラチーム一緒に配信というか、こうやって番組に出させていただいて、まあ全部任天堂さんの許可をいただいてるんですけど、今皆さんがお聞き の、 番組の中で僕が言ってカットにされたのが多分10箇所ぐらいあると思うんですけど俺が何を言ってたかを想像する楽しみを思ってこの番組を終えたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後に斉藤さんお願いいたします。はい、まあ、先ほど横尾さんからもありましたけど、任天堂さんご協力の上、いろいろ今日はなかなか多分見れない番組になったんじゃないかなと思いつつ本当に任天堂ダイレクトで今回のスイッチ版の発表させていただいた時に、予想以上に反響が大きくて、あ、まだ待ってくれてる方いっぱいいたんだっていうのを、本当に私たちもその声に応えられる内容のしっかりとした出来のものが作れたんじゃないかなと思いますので、10月6日楽しみにしていただきたいなと思いつつ、はい、あと安本さんちょっと宣伝していいですか。もちろんです、お願いいたします。じゃあちょっとスライド出していただいてよろしいでしょうか。はい、こちらです、ニーアオートマター、
ファンフェスティバル2022壊れた5年間の声ということで、ついにですね 5年を迎える新オートマタで、まあ、こういうご時世でやっぱコンサートできなかったとか、本当はもっと前になんかファンの集いみたいにやりたいねって横尾さんとはずっと話してたんですけど、ようやく11月25、26 2days の3公演という形で実現できることがところまでこぎつけられましたので、ぜひですねちょうど10月の6日にスイッチ版出れば、はい、そこでまたニーオートマタ面白いじゃんと思ってもらえる人もまた増えるんじゃないかなと思っているので、キャパシティも尋常じゃないぐらい震え上がるぐらい大きいのでそこでファンになってくれた方も多分チケットまだ全然あるはずで、仮に売り切れてたら申し訳ないですけど、多分このタイミング10月6日直後ぐらいならまだあると思いますので、ぜひですね遊びに来ていただきたいなと思います。まあ、皆さん大好き世界の岡部のコンサートもあり、素晴らしいですよ、はい、あと私たち開発陣のとあと声優陣の、トークコーナーもあり、はい、なんかちょっと面白いことを横尾さんと一緒に考えているので、うんうんうん、やりたくねえなと思っても安本さん協力してください。わかりました面白コーナーもちょっと考えてますので、あとはグッズももちろんありますし、あとはなんか展示をちょっといろいろ、せっかくのまあファンフェスティバルということで舞台夜波というシリーズもありまして、いわゆる夜波舞台がメインになる舞台なんですけど、そちらでなんか衣装とかね、なんか今までちょこちょことは出してたんですけど、せっかく大きい会場なんでなるべくたくさん出せたらいいなぐらいで、ちょっとまたそこら辺の追加情報はホームページの方でお話追加でどんどん出していけると思いますので、そちらも楽しみにお待ちいただきたいなと思いつつ、たくさんの方にご来場いただきたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。まあ、今のねキーアートを見ていただければ分かると思いますけど、はい、オートマタだけじゃないですもんね。そうなんです、オートマタだけではなくてママとかいますからね、はい、白の書もあるし、はい、レプリカントバージョン 1.22 もありますし、リンカネーションもありますということで、はいはい、まあ、イベント音楽も本当素晴らしいですし、我々もねおそらく朗読をするんですが、横尾さんが書いてさえくれれば、はい、そちらの方もね、前僕自身が読んでとある、ね、コンサートでやった時、僕自身が壇上で感動して泣きそうになってしまったってこともありますから、とても素晴らしいものになると思いますので、ぜひ皆様にね足を一人でも多くの方に足を運んでいただきたいなと心の底から思いますので、本当に本当によろしくお願いいたします。さあというわけでございまして、本日はこういう形になりますが、最後に田浦さん何かありますか。ほら高橋さん言いなさい、あの件のこと言いなさい。言っちゃっていいんですか、はい、アストラルチェーン好評発売中です。田浦君、まあ、もういいよ、その3周年おめでとう。ありがとうございます。3周年本当です、素晴らしいです。しかもこれ、はい、任天堂のカタログチケットの対象商品になってるので、はい、そうなんです、安くお買い求めいただけます。カタログチケットを使えばぜひお願いします、はいはい、ぜひ皆さんこちらのアストラルチェーンよろしくお願いいたします。申し訳ない、本当に申し訳ないけど、はい、オートマタの宣伝もじゃ、まあそうですね、はい、すいません、すいません、本当すいません。任天堂スイッチ版ニーアオートマタジエンドオブヨルハエディション、はい、こちら10月の6日木曜日ですね、もうすぐ発売です。皆さん楽しみにお待ちください。というわけで最終的には全部田浦さんに言ってもらうという、はい、こちらのねプログラムですが、そろそろおしまいの時間でございます。ニーアオートマタアストラルチェインまだ遊んだことは、違う、続けてもで1個のゲームみたいな。ニーアオートマタとアストラルチェインまだ遊んだことがないという方はですね、ぜひこの機会に遊んでみてください。スイッチでさっと遊べますからお願いいたします。では最後に、オンラインでは初公開となるエンドオブヨルハ、ジ・エンドオブヨルハエディションのトレーラーを放映して終了となります。東京ゲームショー会場では先行で流れているかなと思いますが、また番組終了後にニーヤ関連のいろいろな告知情報が流れるそうなので、気になる方は最後まで見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。それでは引き続き東京ゲームショーをお楽しみください。じゃあ皆さんでバイバイってしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。死ごいをすれば許されるとでも思ってるのか。愚かな悪魔よ、なぜあなたを。お前たち二人は最後の夜波部隊なんだ。トゥビーさん、頑張ってくださいね。ない、あまり無理しないよ。約束しただろ、一人で死のうとしないで。そうだ、その感情、そうだ。
記憶に勝手に入ってくるな。どうしてどうしてなんだよ。機械への累積ダメージが甚大。それは僕の宝物だ。ありがとう、ナインエス。すべての存在は滅びるようにデザインされている。生と死を繰り返す螺旋に私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。魔物と呼ばれる生き物がいる。It's not a game, I'm not alone.